俺を信じろ。君がいるなら、どんな時も笑ってるよ、泣いているよ、生きているよ。君がいなきゃ何もなかった。おはよう。あゆです。今日はあゆの8枚目のシングルの 2B をやってきます。頑張ってね。では浜崎あゆみの 2B を練習していきます。この曲は1回目2回目でやったあの FGAmのコード進行に似てまして、それにプラス Em も少し使われてますね。まず最初は F ですね。 F1で、次1個ずつずれて G 行って、1個ずつずれて Am で、Em に行って右に1個ずつずれていくって感じですね。どんな感じかっていうとやっていきますね。君がいるなら、どんな時も笑ってるよって感じですね。最初 F から始まって、その1個ずつ ずれて G、 さらに1個ずつずれて Am で、一旦 Em に行って、でまた1個ずれて F、 1個ずれて G、 1個ずれて Am って感じですね。でこれもう一回同じ部分が繰り返されるんですね。君がいるなら、どんな時も笑ってるよって感じですね。で次に泣いているよってところは最後 Am で終わったんですけど、そこから1個ずれて G で、さあ1個ずれて F でまた右に行って左に行って、左に行って右に行って左に行くって感じですね。まあどんな感じかっていうと、まあちょっと途中からやり直すと、どんな時も笑ってるよ、泣いているよ、生きているよ、君がいなきゃ何もなかったって感じですね。で最後 F で終わっても別に全然いいんですけど、頑張れる人はもう一個ミの音を付け足してファラドミ、 F マイナー、 F メジャー7か、 F メジャー7で終わってあげると雰囲気が出ると思います。で左手は一緒ですね。ファー、 F はファー、 G はソー、 Am はミを弾いてください。で Em はミを弾いてください。それだけですね。まあ最後に通しでやっていきたいと思います。君がいるなら、どんな時も笑ってるよ、どんな時も笑ってるよ、泣いているよ、生きているよ、君がいなきゃ何もなかった。練習してみてください。はい、では今回も引き続きあゆの歴史を振り返っていきたいと思います。まず98年、前回の動画でお伝えしたんですけども、まあ、98年は浜崎はデビューの年だったんですけど、まあまあの出足かなって感じですかね。で安室ちゃんは出産して12月に復帰って感じですね。でともちゃんはまあ TK との破局をおそらくして、まあ衰退の年でしたね。で鈴木亜美はアセアンでデビューして出足好調ってところですね。で宇多田ヒカルは12月に鮮烈デビュー、200万枚突破ですね。まあこんな感じです。で99年のあゆの歴史なんですけども、まず正月、元旦1月1日に A Song 4 バツバツっていうアルバムを出すんですけれども、これが予想外に150万枚の大ヒットなんですね。去年は5枚シングル出してますけど、いずれもまあ行って20万枚ぐらいだったんですけど、アルバムは結構売れたんですね。まあ浜崎あゆみの CD を買う購買層っておそらく女子高生だと思うので、やっぱり
1、2曲のためにシングル1000円出すのは難しいけど、やっぱたくさん曲入ったので、 お年玉で買ったのかなって感じですかね。はい。で、まあシングル5枚ともおそらくこのアルバムに入ってますからね。まあ当時のね、アルバム、ファーストアルバムって大体なんかシングルの寄せ集めみたいなアルバムが多いですよね。はい。で、まあ、あの予想外にアルバムが売れたんですね、あゆ。で、2月に Whatever っていうシングル出したんですけど、まあこの曲も、まあアルバムは150万枚売れたんですけど、まあ CD、シングルは22万枚なんですね。で、同時時期、ともちゃんがカハラコンピレーションというベストアルバムを出しますね。まあ、ともちゃんもね、ベストアルバムもうちょっと早い時期に出せばもっと売れたかなと思いますね。そして、アミーゴが Nothing Without You が41万枚。結構売れてますね。で、宇多田ヒカルが Moving On Without You が123万枚ですね。Without You がね、被るっていうね、ことをみんな思ったと思います。はい。で、3月は、あゆミックスっていうベスト、なんつうんですか、あれ、なんつうのこういうの、こういうアルバムのことを、まあ、リミックスアルバムっていうかな、リミックスアルバムが出してますね。この後、あゆミックス2とか3とかいっぱい出すんですけど、まあ、こういうので、ね、お金稼ぎしようって感じですよね。意外と40万枚も売れたんですね。で、アムロちゃんが、Respect the Power of Love が出しますね。これが49万枚ですね。で、アミーゴが Don't Leave Me Behind が27万枚で、そして、ファーストアルバムの SA、サービスエリアって意味なんですかね。違うと思いますけど、それが188万枚で売れ、大ヒットですね。この時点でも、ファーストアルバムでも、浜崎あゆみよりも売れてますね。ですが、宇多田ヒカルのファーストアルバムのファーストラブが、なんと765万枚の大ヒット。もう、これはモンスター級で、未だ破られてない記録ですよね。で、おそらく今後ずっともうこれは、まあ、CD っていう文化も廃れてきてますから、未来永劫ずっとこれは第1位でしょうね。ファーストラブが765万枚売れましたね。はい。そして4月ですね。はい、4月。Love Destiny っていう浜崎あゆみのシングル。これはつんくが、作詞作曲し、あ、違う、作曲か。作曲してるんですけど、69万枚の大ヒットですね。今まで浜崎あゆみ言っても20万枚ぐらいだったんですけど、シングルは。69万枚も売れたんですね。まあ確かにこの曲いい曲でしたからね。はい。そして、宇多田ヒカルがシングルのファーストラブを出してますね。まあ、この曲はアルバムからの、シングルカットなので、まあ、でも80万枚も売ったんですね。はい。で、次5月が、今回ご紹介した 2B ですね。この曲は、まあ、1ヶ月前に出した Love Destiny よりも、ちょっと売り上げが低いですけど、まあ、35万枚ですね。この曲は、桃の天然水に使われてて、その、華原朋美から浜崎あゆみに変わったっていうね、それを見たときはマジぶっ飛びって感じでしたね。もうフューフューって、ともちゃんが言ってたのを、浜崎あゆみがフューフュー言ってましたからね。もう、ね、この時もともちゃんは、もうどん底行ってたと思うので、そんな中、浜崎あゆみに、ね、浜崎あゆみ、ともちゃんの真似して、で、CM までね、パクるというかね、ちょっとぶっ飛びって感じでしたね。フューフューからのぶっ飛びでしたね。はい。牧瀬里穂からの宮沢りえみたいな。ちなみに 2B って曲なんですけど、この曲の歌詞に、大きな何かを手に入れながら、失ったものもあったかなっていう歌詞があるんですけど、まあ確かに浜崎あゆみはこの時点で大きな何かを手に入れてたんですけど、これからもっと大きな何かを手に入れてきますね。そして失ったものもいっぱいもっと出てくるんでしょうね。はい。で、7月ですけども、Boys and Girls が104万枚売れますね。まあ、浜崎としては初のミリオンセラーのシングルですね。
もうこの頃から輝き出した浜崎あゆみを止める権利など誰にもなかったって感じですね。はい。そんな中、アムロちゃんはトワイモアって曲を出すんですが、この曲はかなりクロートっぽい感じで、まあちょっと売れなかったですね。というか、この頃からずっとアムロちゃんね、結構クロート受けするような曲が続くので、まあそういうのが後々のセカンドブレイクにもつながっていくのかなとは思うんですけど、まあちょっと衰退期入り気味ですよね。はい。で、ともちゃんは7月に As a Person って曲を出すんですけど、これは初めて、TK プロデュースを外れた時の曲ですね。優しくあなたを、何だっけ、そんなような曲でしたね。まあこれ29万枚とまあまあ売れたんですけど、これはやっぱり、その、ともちゃんのファンだった人の同情票みたいなのが結構含まれてるでしょうね。はい。で、アミーゴは Be Together を出しますね。この曲は TM ネットワークのカバーなんですけど、87万枚の大ヒットですね。まあ、鈴木アミーゴ、アミーゴの最大の大ヒット曲だと思いますね。もう、この頃は、まあ、浜崎あゆみも、アミーゴも、かなり勢いに乗ってましたね。はい。で、9月は Something About a Kiss っていうアムロちゃんが、シングル出してますね。あと、アミーゴが Our Days 46万枚ですね。で、10月にともちゃんが Be Honest って曲を出してるんですね。5万枚だそうです。ちょっとこの曲聞いたことないので知らないんですけど、やっぱりちょっとその、ね、同情票が続くのもやっぱり1個のシングルだけで、2個目はもうファンもちょっと、まあディープなファンしか買わないかなっていうところなんでしょうね。はい。で、11月は、Appears っていうシングル。と、まあ、Love Pierce っていう、セカンドアルバムですね。が256万枚も売れるんですね。もう1年に2枚出してるんですけど、アルバムを。まあ、ベストじゃなくて、リミックス入れると3枚なんですけど、もう売れるうちに売っとけっていう感じがしますよね、浜崎あゆみ。すごいですよね。で、ともちゃんも、One Fine Day って曲出してたんですね。僕はこの曲聞いたことないですね。はい。で、12月にカナリアっていう曲を出してるんですね、あゆは。まあ確かこれ30万枚限定のシングルだったと思いますね。で、あとアミーゴがハッピーニューミレニアムって曲を出すんですけど、この曲はちょっと微妙だった覚えがありますね。ちょっと小室さんの、ソングライティングのあれもちょっと落ちてきちゃったのかなってところですね。はい。で、Addicted to You っていう曲が宇多田ヒカル出すんですけど、これが178万枚も売れてるんですね。はい。で、この曲、この年の紅白は浜崎あゆみと安室奈美恵と鈴木亜美が出てますね。Boys and Girls と Respect Power of Love と Be Together ですね。はい。もう、この時は浜崎あゆみが大躍進の年でしたね。はい、そんな感じですね。はい。大きな何かを手に入れながら失ったものもあったかな。今となってはもうわからないよね。取り戻したところできっと微妙に違う。君